渡辺義弘は、日本の情報学、政策学の研究者。情報学、政策学情報の架け橋の理論構築と、実践研究、八重山商工高等学校、琉球サンバダンスユニット、宮城姉妹、石垣市地域おこし協力隊による、孔雀の羽アクセサリー作りワークショップの報告、畜産技術協会、 畜産技術763号ピアニッシモ43から482018石垣島の中学生による地元水産物を PR するポップ広告作りのワークショップ若者の水産物消費促進に向けた石垣島モデルの提案全国漁業共同組合連合会漁協163号ピアニッシモ22から252017八重山農林高等学校 八重山調理師会、石垣市連携による、ジビー調理開発ワークショップの、報告産学間連携で、長寿街に立ち向かう、石垣島の朝鮮畜産技術協会、畜産技術749号ピアニッシモも、40から452017、石垣市地域おこし協力隊と石垣市立図書館の、共同によるここがいいね。利用者アンケートと、職員ワークショップの報告地域おこしの拠点として、 図書館を位置づける日本最南端の試み日本図書館協会図書館雑誌ボリューム111ナンバー9ピアニッシモ622から6242017市民サービスの視点から見た松坂市の情報政策の現状情報化推進の自治体間比較による定量的評価の試み三重中京大学地域社会研究所法 第24号ピアニッシモ237から 2782012A ワークショップテクテク、クリエーションプリザーベーションオブローカルインフォメーション、リンキングアウトドアアクティビティーズツーパブリック、ライブレディーズ、プロシーディングスオブザフォース、インターナショナルワークショップオンリージョナルイノベーション、スタディーズ2012、ピアニッシモ60から63、ミーユニバーシティーツジャパン、オクト。 11から12、2012、ありがとうございます。